皆さんこんにちは、天運アーティストのあゆこです。本日は4月の11日になります。今日のあまチャンネルのお話なんですけれども、今日はですね、4月に訪れていただきたい観光スポットについてのお話です。さて、4月は皆さん動いてくださいねっていうことをお話ししてると思うんですけれども、特に今日意識して、まあ、今日は無理かもしれないけれども、このキンキンで行っていただきたいというか、目にねちょっと焼き付けていただきたいものがありまして、観光スポットというふうに、させていただいたんですけれども、岩肌ってわかりますか？皆さんこうで高いところでね、岩がこうむき出しになってるようなとこっていうのは、実はね、すごく、遠くに行かないとないかと思ったらそうでもなくって、例えば神社のところでもこう 岩をね置いてある、もうこれでもいいんですよ。で、あと私は本当にこう去年ですね、行きました、こう翡翠橋って言ってね、その翡翠がもうこの岩肌に見えてるっていうようなところでしたりとか、あと本当にねこうね、岩倉っていうんですけれども、もともと神様が宿っているとかって言われているような、例えば神社でいうところの奥宮みたいなところにある、まあ、この岩倉ですとかね、とにかくこうストーンですね、それをですね、見に行っていただきたいなと思うんですよ。というのは、こうまず人が動き始める、まず降り立った場所っていうのがそういうところがほとんどなので、まあ、そこでこうパワーももらえますしね、ある意味も観光スポットのようなパワースポットのような、そんな、感覚で、皆さん岩肌を見に行っていただきたいなと。で、あともしですよ、どうしても行かれへんねんっていう人はパワーストーンでいいと思います。だからこうね、石と触れ合う、ね、岩、石、岩倉みたいな、そういう意味合いでちょっとねストーンを追っかけていただきたいなと思っております。まあ、とにかくですね、そういうようなところに行って、絶対にね実は発見があると思うんですよ、今月は特に。ですから皆さん行ってみて、また目でも圧倒されつつ、目でも感動して、パワーも一緒にもらってきていただきたいなと思います。それでは今日の天運カラーと天運ナンバーなんですけれども、今日は黄色、どちらかというとちょっとゴールドですね、ゴールドと数字の4です。これは今日はね、岩肌のね、石のね話をしましたから、まあ数字も4なんですけれども、これはねもうお金の数字なので、まあ一日そういうことをイメージしていただき、いいね、その財力が自分のとこに引き寄せられてくることを私も祈っております。それではまた明日もあなたにとって、ラッキーなお話になるようにお話ししたいと思います。天運アーティストあゆこでした。